パッサウ大学は、バイエルン州、ニーガーバイエルン県、パッサウにあるドイツの公立大学の一つである。大学の起源は、レオポルド5世によって1612年に創立されたギムナジウムに、カトリック司祭の要請、カトリック信仰強化及び青少年教育のための高等教育機関が併設された1622年にまで遡る。 今日のような現代的な大学を創立する案は、数世紀を通じて浮かんでは消えはしながら、1972年12月7日に、バイエルン州議会により、パッサウ大学設置法が可決され、ようやくその日の目を見ることになった。1978年8月1日、パッサウ1 9 2 3年から所在していた、哲学、進学学校が新規開校される、 パッサウ大学に編入され、1978年10月9日に同大学は正式に開校した。これによって、1826年にランツフート大学がミュンヘンに移されてから152年ぶりにニーダーバイエルンに所在する大学が開校されることとなった。パッサウ大学は4学部で構成される。 2017年4月4日時点で11,477名の学生が学籍登録しており、そのうちの1,117名が海外からの留学生または正規学生である。言語学、経済、地域文化研究はパッサウ周辺のみならず広く知られている。近年はこれに加えて学部レベルでのヨーロッパ研究も評判が高い。それ以外のコースでは 総合的な外国語研究がパッサウでは特に人気がある。バイエルン州のカトリック県の大学でもあり、進学研究には伝統がある。ありがとうございます。